今日は久しぶりの燻製です。スノーピークの燻製のこの箱ですね。ちょっと今日は試しに前に綾瀬オープンファクトリーで作ったこの固形燃料ちょっと試してやってます。まずこれね2つ置いてあるんだけど、まずね1つだけ固形燃料、それでもう煙出てきたね。今ね火つけて、下がねホタテ、ホタテとねベーコンとチーズ2段です。やってみます。はい、10分経ちました。まだ火はあります。ちょっと開けてみましょう。こんな感じ、ちょっと色がついてきた。ゆっくりやりましょう。風があるので今この風よけ式を立てて、で今一つ固形燃料が終わったところで火を2つにして、10分経ったところです。わあ、いい感じです。チップも足したので、あ、いいですね。固形燃料2ついい感じ。おー、おいしそう。ちょっとチーズをひっくり返します。まあベーコンひっくり返して、チーズひっくり返そうとしたら裏も結構茶色いのでめんどくさいので、もうこのままいきます。さらに固形燃料2つ今新しくして、でチップも黒くなっちゃったので今変えました。で2段、もう1回やります。もうちょっと、どうでしょう。いいと思います。キャー、目が痛い。蓋をねみっちり閉めてね、思い切ってやった方がいいですね。はいはい、これで完成としたいと思います。時間は全部で55分かかったんですけども、手際が悪いせいもあると思います。蓋を密封したり、ちょっとこう開けたりして、その加減でも違うと思うんですけども、1時間弱というところです。はい、完成です。食べてみましょう。美味しそうです。こんな感じ。2回チップ変えましたね。2回っていうか、1回変えたっていうんですかね、追加したり。じゃあベーコンからいただきます。うん、結構ね、結構燻製されてる。うん、なんか酸味が強くなっちゃった、やりすぎちゃったかな。ホタテもいただきます。ホタテ美味しそう。ホタテの燻製美味しい。美味しかったです。見てくれてありがとうございます。バイバーイ。